ありました、ね、はい、福岡で15年芸人やって、はい、2005年に東京に我々上京してきたんですよ、はい、ということでなんか上京して大きな仕事とかはあったんですか。あの、まあ、その時はもう年齢が35 で当時、はい、今でこそまあ若手芸人の年齢も上がりましたけど、はい、10年前はやっぱ35はもうさすがに、うん、もうそろそろ夢を諦めなければならない年齢だったんですよ、うん、で福岡でまあ一応食えてたのに、うん、なんで今更東京行くんだ、うん、東京行っても仕事ないんじゃないか、苦労するだけだぞって言われたけど、まあ、結局2人で話し合って来たんですよ、はい、で来たけどやっぱなんだかんだ言って苦労するだろうなと思いましたが、うん、トントン拍子に実は、はい、2005年の4月に上京してきて夏ぐらいかな、うん、花丸さんがトンネルさんの番組の細かすぎてのモノマネで、はいはいはい、初出場で初優勝したんです。でそれで営業の仕事とか、はい、あっという間に増えてきて、年末にそのチャンピオン大会みたいなやつでもう一回優勝して、はい、で年明け2006年早々に R1 で優勝したんです。トントン拍子ですよね。もちろんしてるでしょ、モノマネは。モノマネ見てみたいです。こんな風にね、一般の子みたいにてありがたいです。今日は学祭来たと思ってください。でもね、10年前ならね、イガルズの皆さんもあんまり記憶ないと思いますので、はい、久しぶりにやってくださいよ。その時に撮りましたのが児玉清さんのモノマネなんですけども、そうそうそう、ご存知ですか。ちょっとごまかせないかな、それアタック25、そうアタック25というクイズ番組の司会者の児玉清さんのモノマネいますよ。児玉清さんが言いそうな言葉の愛を作文、はい、愛用のアタック25司会の児玉清です。いつものようにオープニングは VTR 問題、お手つきありません。参ります、どうぞ。海と毒薬などを書かれた小説家の名前といえば、遠藤周作。お見事。鮮やかですね。テレビで見てた。テレビで見てた。そこぐらいですからね。お二人のそもそもの出会いはどういうきっかけなんですか。落語研究会っていうサークルで落研、はい、出会いまして、はい、うん、印象とか覚えてますか、お互いの。いや、あの彼の私服が、はい、ピンクのタンクトップに、はい、ダブダブ あのダメージジーンズ、うん、それにゲンチャリだからヘルメットかぶってサングラスかけてこう近づいてきた。本当に新しいスーパーマリオの敵だと思う。私がマリオなら踏んづけてやろうかな。ちょっと怖いですよ。続いては芸名誕生秘話。ちょっと今風じゃない名前には秘密が。これあの会社の人がつけたんですよ。福岡はお笑い芸人なんかいないから、名乗った時に芸人さんだって分かるような面白い名前を名乗りなさいって。だから福岡時代は鶴屋花丸、亀屋大吉っていう名前でほぼ15年やってた。でその方がそのパートを辞められる時に、最後に一つだけ言わせてくださいと、このままでは絶対に売れないです、なぜならお二人の鶴屋花丸亀屋大吉芸名がとにかく悪いと。鶴屋花丸0点ですと、亀屋大吉口に出せません、それくらいダメです。じゃあどうしたらいいんですか、一個いい名前があるんでこれつけてくださいって言われたのが博多だった。そのおばさんに博多花丸大吉に名前を変えて2年以内に東に行ってください、そしたらあなたたちは絶対に成功します。2年以内に行ったんですか。うん、1年間博多華丸大吉に改名して福岡でやって、2年目を東京に当てたんですよ。だからその方おっしゃる通り、でその人は本当に言ってたの、今もう2年目ね、2005年に行けばとにかく華丸さんの運がいいからなんとかなるから行きなさい、2006年大きなものをあの人掴むからって、 R1 取ったでしょ。で実はここ1年は僕が異様にいいんです。ほんまや。特に2014年はどえらいものを僕が今度は引き寄せる、まあ、ザ・漫才取れました。この人すごい。だから我々ねゲッターズ飯田さんに聞く耳持たないんですよ。もう僕らいるか。そうですね、うん、東京上京してすぐ東京っていう環境には慣れましたか。ああもうでもやっぱりそのなんていうかな、はい、東京東京らしくあってほしいというか、もうこっちはもう小手替えにあるじゃないですか、はいはいはい、35年間、うん、こういうとこって、はい、で我々が聞いた話では東京は世知辛い街だと、うん、世知辛い、ね、うん、世知辛い、うん、肩ぶつかっても謝らない、うんうん、パッと
ぶつかって謝る人がいるんですよ、うん、おいちょっと待てよと。映画なまさかの住めば都パターン。いやいやそんなことない、そんなことない。タンで例えば居酒屋行くじゃないですか、ラーメン屋さんとか行ってます、アイス悪くて欲しいんですよ、うん、結構あるんですよ、うん、おい来た東京、はい、アイス悪い、福岡めっちゃ愛想いいですけど、うん、で喜ぶ、うん、ホッとする、うん、たまにめっちゃ愛想いい女の子とかいる、うん、おいちょっと待ってって。いいでしょそれ、別にもっと殺伐としてくれよ。殺伐とするんですか。大吉さんは全然東京すぐ慣れましたか。いや未だに慣れないのよ。タクシーが、はい、まだあんまり乗り慣れないというか、あの道沿いの名前が分からないんですよ。246だ、山手だ、旧山手だ、はい、でもまあタクシーで移動する時あるんで、乗って運転手さんにどこまでさ、どこどこまでどう行きましょうって言われる、はい、だからもう毎回僕は言うんですよ、もう分からないんでお任せします、うん、そしたら結構東京の運転手さんって、じゃあどこどこ通って、うん、あそこまっすぐ行って、あの信号曲がってあ行きましょうか、はい、いいですかみたいなことを言うじゃないですか、はいはい、で親切なんでしょうけど、僕はそれぼったくり宣言にしか聞こえないです。私は言いましたよと、こんな行くって宣言しましたから、っていうふうに聞こえるからもうドキドキするの。明治通り小心者の大吉、しかし後輩の九州芸人に取材してみると意外な引き出しが発覚。それを E ガールズが発表。パラシュート部隊の斉藤さんからの情報です。この前大吉さんと九州芸人数名で飲んでいたら、いきなり店長にフリップとマジックありますと言った。どうしたんですかと聞いたら、眼光鋭く今から大喜利で誰が一番面白いか決めようやと言い始めた。あら、これはあの今あんまりいないタイプの先輩ですよね。現存してるんですよ。ストロングスタイルこの上ないじゃないですか。ジャックナイフと言われたジュニアさんがだんだん刃先丸になってきたんですよ。大吉という清流刀が出てきた。眼光鋭く一番誰が面白いか決めようやって言ったっていう情報です。いや、まあ、僕もねお酒入って、はい、僕だいぶ飲むんで、はい、あれですけど、まあ、半分はボケで言ってますよ、うん、もちろん、はい、はいはいはい、うん、でも半分はまあ話の流れ上、うんうん、やるときはやらなきゃいけないから。怖い、眼光鋭い大吉さんあんまり見たことないんでね。だいたい居酒屋にフリップあるわけないでしょ。もっと情報あって、しかもその時、店に九州芸人さんがたくさん写ってるポスターがあったんですが、大吉さんが頑張っていないと思う芸人を中指でこう弾きながらグラスを傾けてる。こういう情報入ってきちゃってるんですけど、大吉さん弾きましたか。これは弾きましたね。記憶あるんか。これ一応僕ら福岡吉本の看板も未だに背負ってやってるつもりなんですよ。で福岡で福岡吉本の芸人にもっともっと活躍してほしいのに、本当にみんなね今息を潜めてる状態で、ようよう聞いたらその他事務所のパラシュート部隊とか事件にナベプロに押されてるっていうから、そういう話を聞きながら振ってみたら、本当福岡吉本全員集合みたいなポスターがあったから、一人ずつ頑張ってるかどうかをこう、まあ、目視で確認して、これさあかん、うん、ほぼ全員を弾いてきた。全員やったらあかんでしょ。はるみちゃん、はい、オタコプーさんからこんな情報がありました。この前飲んだ時、お前はいつまで自分が一番面白いと思ってるんだ、相手を無視して自分のやりたいことだけをやってるからダメなんだ、やめてしまえと永遠怒られた。僕はまだ芸人だからいいものの、その時一緒に飲んでいた仲のいいラーメン屋の大将にまでダメ出しした時は地獄かと思った。これどういうこと。いや、ギリギリその後輩芸人さんへのダメ出しは分かるんですよ。ラーメン屋の大将へのダメ出しって、いや、その時ラーメン屋の大将の方がね、いやいやおたこさんも面白いじゃないですかっていうカットインを見せてきたから、反射的にどこも面白いんですかって打ち返しちゃった。なるほどなるほど。でそっからやっぱ止まらないんですよ。大将と可愛がってくれるのはありがたいけど、何でもかんでも甘やかしていたらこの子らのためにならないから、確かにみたいな感じで、いつの間にか僕ラーメン屋さんをロックオンしてた。間違ったことはまあ一応は言ってないですからね。まとえるからこれ大変、うん、そうだから、だからいろんな優しさがあるでしょ後輩。今の時代何が売れるかわからないんで、うん、簡単に辞めさせないっていうのも先輩の優しさだと思いますけど、うん、僕本当に頑張ってない
芸人さんはもうやめた方がいいと思うんですよ。いますか、そういう本当に頑張ってない。だってね、バイトを頑張って月に2回ぐらい吉本が主催するイベントに出て、そこそこの笑いしか取れず、飲みに行ったら吉本は何もしてくれないって、そういう愚痴を言いながらもう8年が経つみたいなやつは今すぐやめなさい。